どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はリクエスト動画なんですけども、ステータス以上に混乱とか同士打ちってありますよね。この2つって弱化効果に含まれるんですかという質問をいただきまして、これに答えるべく今から検証をやっていきたいかなと思っております。今、弱化効果を全て打ち消すとか、部隊3部隊の2つの弱化効果を打ち消すとかいう戦法を持ってる部署増えてきましたよね。なのでデバフを解除するという意味合いがあるわけなんですけども、この同士打ちとか、こんなのがデバフに値するのかどうかっていうところですね。混乱はともかく同士打ちはかけられると若干厄介かなと僕は思いますので、その効果打ち消しによってですね、まあ解除されたら一番いいかなと思うんですけど、実際はどうなのかというのを今から見ていきたいと思うんですけど、まずおさらいでですね、同士打ちがどういった内容なのかと言いますとですね、はい、自身を攻撃してしまうようになり、戦法が発動せず命令できなくなるとありますよね。これの何が一番厄介かって言ったら、戦法を発動できないというところが厄介なんですよね。これは弱化効果として扱ってもらって、なんとか解除できたらなと思いますよね。これを実験していくわけなんですけども、あと一つですね、混乱ですね。混乱の場合はですね、こちら、僕が持ってる武将であれば、法政なんかの戦法がそうなんですけども、対象に混乱付与、さらに戦法速度 50% 低下とありますよね。で、混乱を見ると、部隊に命令できなくなるということで、同士打ちの完全介護感かと思いますね。同士打ちでも命令できなくなる上に自身を攻撃してしまって、で、さらに戦法が発動できなくなるということなんで、効果が3つあるわけなんですよね。ただ、混乱の場合は効果が1つしかないということなんで、介護感だと言わざるを得ないかなと思うんですけども、こちらもですね、解除できるのか合わせて検証していきたいかなと思っております。で、やり方なんですけども、まずこの僕のサブの部隊、サブの都市にですね、駐屯を出します。で、それがですね、一応、紳士は持ってないので、まず、法政を出したいかなと思います。こんな感じで、法政を出しといて、で、こちらで、長雲か誰かで突っ込んでいきたいかなと思います。で、戦法を一応、その、発動しない状態ですね、に、ロックしてですね、戦法をボタンで発動できる状態にするということですね。で、この混乱を付与された後に、長雲のスキルを手動で発動させると。で、長雲のスキルって言ったらですね、こちら、はい、弱化解除というのがあります。対象に発生している弱化効果を打ち消すとありますよね。これで打ち消すことができたら命令ができるようになるので、そのターゲットを変更するみたいなね、ことも可能なんじゃないかなと思うんですよね。これをまず試していきたいかなと思います。はい、戦法解除しました。で、あとはこの法政部隊が戦法発動したタイミングですね。で、撤退させていきたいかなと思います。まずは、この法政に戦法を食らった後ですね、撤退命令ができるのかどうかというのを試していきたいと思います。法政はですね、戦法確保は20秒なので、チョンウンより先に戦法は打ちます。はい、ここで、デバフがかかりましたね。で、ここで撤退させようと思っても、はい、命令できない状態ですということで、撤退できないですよね。そしたらもう一度戦法を放たれた後ですね、はい、戦法放たれました。そしたらこちらも戦法打ちましょう。はい、打ちました。これで、弱化効果が解除されたわけですけども、これで撤退できるのかというところですね。はい、撤退できましたね。今の一連の動作っていうのは15秒以内にできてるはずなんですよ。法政は一応その戦法の継続時間というのが15秒ということになってますので、15秒の間にですね、一応その戦法発動、さらに、撤退という流れでですね、動作はできたと思います。で、こうやって変えることができたということはですね、混乱状態っていうのは弱化効果であるというのが証明できたんじゃないかなと思います。そしたら次はですね、この法政部隊をですね、一回撤退させて、で、今度はですね、ちょっと僕、紳士は持ってないので、純育をですね、駐屯させてみたいかなと思います。で、純育の戦法はですね、完全に同士打ちだけなんですね。で、この純育の、戦法をちょっとおさらいしますと、発動間隔が30秒で、で、同士打ちの継続時間が20秒ということになってるわけなんですね。なんで、発動間隔が長いですけど、継続時間も長いということになっております。で、先ほどと同じように、長雲で、その戦法を放って、で、その弱化効果っていうのを解除しようと思ってもですね、その、同士打ちの場合は、戦法を放てなくなりますので、ってなるとですね、
この超運の戦法を手動で発動させようと思ってもできないわけなんですね。なんでこの言うたらデバフかけられた、同士打ちをかけられた部隊以外でですね解除する必要が出てくると思うんで、ちょっと操作がね慌ただしくなるんですけども、どの武将を使うかと言いますと、こちらの長将の戦法ですねを使いたいかなと思います。こちら自身を含む味方2部隊の弱化効果を2つ打ち消す、さらに 50%、攻撃を上昇ということになってますので、こちらですね編成にですね長運の部隊とあと1人長将の部隊をですね一緒に向かわしてですね、で同士打ちを食らった後にですねこの長将の戦法を発動させることによって、同士打ちが解除できるかどうかというのをですね確認していくわけなんですね。そしたらこちらの一連の流れもちょっと今からやっていきたいかなと思います。一応ちょっと強い武将を入れとかないと、その都市からの反撃でですね長将が死んでしまう可能性があるので、この状態で大丈夫かな。そしたら一応軍令も使って、で、まず長運から生かしましょうか。で、この長運と長将を同時に出したらですね、この純育っていうのは長運にターゲットを取るはずなんですね。長運のが先にたどり着くからですね、こんな感じでね。はい、そしたらちょっと戦法を一回、はい、発動できない状態に直しました。これでちょっとまずはこの純育の戦法がかかってる状態っていうのをしっかり確認していきたいかなと思うんですけども、やっぱ30秒ちょっと長いですね。はい、発動しました。で超運にデバフがかかってますね。これで戦法手動を、解除してもですねこれ戦法が放たれないですね。ということは今これ同士打ちがしっかり効いているということになりますね。そしたら一回また、手動解除しましょう。あ、この手動の切り替えもできないんか。なるほど、この戦法を手動から自動に切り替えることもその同士打ち状態にさせられるとできない感じですね。その発動しない状態ですねから発動する状態にすることはできるんですけども、発動する状態から発動しない状態にもはできないというのも判明しましたね。これはちょっと意外だったんですけども。そしたら次はですね一回、長運がデバフ消えるのを待って消えましたね。はい、次、もう一回純育に戦法発動してもらいます。はい、発動しましたね。これで、長将のスキルを打って、はい、解除できましたね。これね矢印が消えましたもんね。でここで長運の命令、戦法発動にするとこんな感じで発動したということで、これ同士打ちに関してもですね弱化効果であるということがご理解いただけたんじゃないかなと思います。ただこの弱化効果に関してはこの繰り返しになりますけども、自身で解除するのが結構難しいので、先方で解除しようと思っても先方打てない状態にあるということがまあまああると思いますので、他の部隊にね解除してもらう必要はあるんじゃないかなと思うんですけども、解除部隊がいればまあ十分ですね解除することは可能であるというのがですねご理解いただけたんじゃないかなと思いますけどね。でこんな紳士のようにですね、これ同士打ちをですね敵、3部隊にね、付与とかいうことになったらですね3部隊先方が打てなくなるみたいなことになってくるんでですね、ちょっと解除したいかなっていうシーンもですね将来的には出てくるんじゃないかなと思いますので、今回の検証を踏まえてですね、同士打ちにはですねこう弱化効果としてですね解除ということがですねまあ効果があるというのが分かったので、何かしら活かしていただけたらなと思います。雑学として覚えておくのも悪くないかもしれません。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です、ありがとうございました。